どうもええー、まああの、えー、モナコグランプリまあ三世界三大レースの一つね F1 の、まあ、ちょっとしたお祭り的なグランプリが終わってえー、まあフェルス・タッペンが優勝というとこでまあ私自身としてはねすごくあよかったってほんまに良かったっていうふうに えー、思える結果となったレースですけど F1 に必要なものとは何かというね F1 勝つために必要なもんですね、えー、それは運を引き寄せる力まあ運なんていうのはねほんまに運なんでどうなるかわからへんたまたま得られるとかっていうふうにこう 思思ううこととって多いと思うんですけどねまあでもね F1 を見てて特にね、えー、メルセデスのハミルトンもうここ数年の走りを見てると結果的にねあ運が良かったな例えばレース終盤でですね、えー、もうちょっとこう 離れてるところであの事故がまあ,あったとしてでまあそういう時フェースセーフティーカーが入ってでそれでまたあのしばらくは再スタートっていう感じになるんですよねだからそれまでにこういろいろこう積んでたものとかあの積んでたものっていうのは例えばこう差をつけてねある程度走ってた えー、例えばその時にタイヤ交換に入れた通常のレースが通常行われているタイミングで入るとやっぱりその二十数秒まあまあコースによってその時間は、えー、差はありますけどまあ平均すると25秒前後というところのタイムロスがどうしても出るわけですよ。こう一周 ピットインしてタイヤ交換をしたらそれだけ、えー、やっぱり時間はロスするわけです。でも、えー、セーフティーカーとかが入ってる時だとそのロスっていうのはほぼないわけですよね。でそういうタイミングでこうタイヤを交換できるしかもあのどこを自分が走ってるコースのどの位置を走ってるかによってそのセーフティーカーが。 えーまあ、イエローフラッグなり、えー、レッドフラッグなりが出てでセーフティーカーとかが入ったりとかレースが中断したりとか、まあ、そんなことが起こって、えー、それで、えー、そのチームがね、えー、その指示して入るんですけどどこの位置でっていうところでその入れるタイミングとかまあセーフティーグが入ってると言ってもやっぱりタイムロスはありますからね。 えー、そういったところで、えー、順位っていうのをやっぱりこうちょっと調整をするとかっていうのもまあ言え,言えば運やということなんですが私はその運というのはやっぱり引き寄せるもんだと思うんですよね。で、えー、その引き寄せる運というのはただ単に引き寄せるんじゃなくてまあ基本的にはこの3つ。 が常々、えー、ちゃんと良い準備をされてること、えー、一つはマシンの性能、まあ、これはね、えー、マシン性能に関しては、えー、やっぱりどのチームも一生懸命やってるんですけどやっぱりチーム力、うん、極端な言い方したらやっぱりその資金力とか、えー、そういったことによって、えー、いいエンジニアデザイナー そういう人たちを集められるところがやっぱりマシンの仕上がりとしては良くなる、うん、なんですが、えー、でもやっぱりそのマシンに対してできることをこう精いっぱいやってるところというのはまあその絶対的なやっぱり差はありますけどでもレース特に今回モナコみたいなああいうコースだと。 マシン性能差というよりはあのやっぱりねもう予選で順位決まったらいや本当に抜きどころがないいくらマシン性能が高かったら抜けない抜こうと思ったらそこで接触事故を起こしたりとかしてリタイアのリスクがあるとかそういうことを考えるとなかなかね、えー、そういう性能差というのは出づらいところというのもあります。でもままあ、まあ,あ 今,今年でしたら特にあのハースっていうチームはね本当にもう車がね、えー、資本量がまず資金力がないのでなかなか車にそのねしかも去年から今年というのはある程度もう車の開発っていうのはある程度できることが決まってるんですよねその資金かけられる資金も決まってる以上はなのでみんなもう来年に向けて 開発をしたりとかですねそういう風にしているところ来年はまたレギュレーションが変わりますからね、うん、そういう意味では来年の車作りをしているところありますけど資金力ないところはそれもできないんですよ今年ある程度やっぱりこう、うん、まあ、両方ということができないですよねなのでどちらかになるんですよで、ハンスなんかはもう今年を諦めて <laughs> 来年にという方向で力を入れてるんでまあねハースの車とかはねやっぱりもうあのちょっと他のチームに比べるとやっぱりちょっとねあの性能的には落ちるまあ今年もなくでも、えー、2週遅れぐらいになってますからね。でまあしかも今回今年はハースはえー シューマッハとマゼピンという新人の、えー、角田と同じです、F1 にあのデビューをした若手ドライバーを2人使ってますから、えー、ドライバーも F1 の経験もないし、えー、というところでね、まあ余計にそういうのが出ますけど、やっぱりそこをきちっとこう常々こ、このシーズンもそういうふうにこうしっかりとマシンを。 今年なりにね仕上げてきてるところ、うん、そういう準備をしているまああとそれとドライバースキルさっき言いましたようにやっぱりその新人の、ね、角田選手も含めてですけどやっぱりレデビューした F1 デビューしたドライバーとそれとやっぱり F1 をずっともう10年もう走ってるようなそういうドライバーとはやっぱりスキルが全然違うそういった、まあ、スキル まあこれはねもうそれぞれドライバーには才能というのがね人個人個人に才能というのがあるでしょうけどそれもやっぱりそのキャリア年数とかで積み上げてるものがある人とない人というのと才能がある人とない人この2つが組み合わされてねまあそんな中でハミルトンなんかはすごくそういう経験値と。 それとやっぱり才能というものを持ち合わせているのかなと思います。でまあ昨日、えー、優勝したね20日、えー、優勝したモナーコで優勝したフェル・スタッペメンもまだキャリア的には、えー、ハミルトンに比べたらキャリアはそんなにないですけど、えー、ただ才能はあるかなと。なので、えー、まあそういったこうドライバーのスキル ですねうん、努力というものもあるでしょうし、まあ、努力だけではねカバーしきれないものがやっぱりもう、えー、レース界のね、えー、やっぱり最高峰と言われてるようなその F1 ですから努力だけではなかなかそこにはたどり着けないものというのが正直あるとは思います。ももう一つははチーム戦でですね、えーえー、モナコでも実は チーム戦略が本当にうまいというかね、うん、しっかりこう緻密にチーム戦略をいろいろいろんなパターンを考えて立ててくるのがメルセデスなんですが今回のモナコはもう本当に、うん、ちょっとお粗末な状況でしたよね。でそういったチーム戦略というのはまあ今回でしたら えー、ちょっとこの前も話しましたけど、えー、本当は、えー、メルセデスはハミルトンが7位で走ってたその前がなかなかこうマシン性能的には抜けるんだけどドライバー的にも抜けるんだけど、えー、コース的にね、えー、なかなか抜けないコースということもあって、えー、ショートカットをすると要は、えー、早くピットインしてタイヤを交換して。 タイヤが新しくなればフレッシュになればやっぱりその1周走る速度が速いのねだから一旦ピットインするいうことは後ろ下がるんですよ下がるんだけどそこの間に1周のラップタイムを速くすれば長くもしその前にいた車がですね長く走ってるとやっぱり1周のラップタイムは遅いわけですでその間にこの距離を詰めてこの車も 当然タイヤ交換なのでその、えー、早くタイヤ交換をして詰めて向こうがタイヤ交換をして出てきた時はまるっきり同じ時間だとしてもタイヤ交換のロスタイムが同じだとしてもここで早く走って詰めておけば入れ替わることができるこれをショートカットっていうんですけどその戦略が、えー まあ本当はねうまい戦略を立てる、えー、その前のスペインなんかはもうそれで結構おまあい言えばレッドブルがもう本当にしてやられたでも今回は逆ですね、えー、昨日も言ったペレスが9位を走っててこれもやっぱり抜くに抜けなかった抜ける力はあるのに抜けなかったなので早く入って えそれであ早く入ってるじゃないですねペレスは結構タイヤを初めからもうこれは抜けないと思って初めの間温存してたんですよねだからタイヤを、あのー、要は消耗を少ない走り方をしてで初めに入って、えー、後半ぐらいで、えー、タイヤ交換する前ぐらいでどんどんプッシュしていったんですよ。ででそこで タイヤ交換に入ってその時にだから広げてるんですね逆にさっき言ったのとは逆にその前の車が要は差を広げて入った時にもっとその前にいる車を抜いて前に出て4位というポジションをつかんだとなのでまあこれもチーム戦略なんですよねでこういったことを着実にちゃんとこう戦略を練って えやっているチームに何かトラブルがあった時に、えー、運というのは転がってくるまあその時に逆に運が離れることも当然あるんですけどでもやっぱりね運を引き寄せるというのは基本そういうものが整って準備をちゃんとしてそれに沿ってこうきちっとそういう準備を整えてね、えー、戦略の手とか あのマシンの性能も含めて要は、えー、決勝までの間の、ねまあ、予選は別としてフリー走行というところでいかにそのコースに合ったどんなコースでも同じセッティングでは絶対速く走れないのでそれをいかにセッティングをするかこれはドライバーのスキルもありますし、えー、そのメカニックとかですね そういうチームの他のスタッフのやっぱり力を合わせての結果になるんで,でそういったことをちゃんとこう準備ができてて初めて運というのは何かあった時に運というのは引き寄せられるのかなというのが俺はいつもそう思って見てますでここのところはもう本当にそのハミルトンはやっぱりそのメルセデスというチームもハミルトンというドライバーもでマシンも ややっっっぱりそこをきちとといつもやってるかなと、まあ、今回モナコはそんなメルセデスがそんなハミルトンがあ,あしくじったかというのがもう正直な印象ですね。うん、なので、えー、僕はやっぱり F1 で買うためにはそういったね最終的に何が起こるかわからないんですよ。今回モナコはその確率が高いとこですけどそれ以外のコースも。 何が起こるかかわらないまあ今回もメルセデスのボッタスなんかね2位だったんですよね。なのにそのホイールナットですねタイヤをつけるナットここをドライバーでガッと入れて回すんですけど入れ方がちょっとずれたりすると滑るらしいんですね。 そうするとナットってこういう,こう、まあ、カクカクとしたその角で引っ掛けて回すんですけどそこがカンッとかけて丸くなってしまうともうドライバーで回そうが何しようがね、えー、それで回らなくなる外れなくなるということでリタイアになってるんですけど、まあ、これもねあの本,当に、まあ、本当にありえないっていうか ほぼないことですよ。でこんなことも起こるっていうのはやっぱりそれも含めていかに準備してるかということもあると思いますしでルクレールはもうスタートできませんでしたけどフェラーリのルクレールも予選最後で、えー、クラッシュしてで右側をクラッシュしてるんですよ。 でも実は昨日その分かったのが昨日あのドライバーシャフトのトライブルということだったんですけど実は今日えー発表されたのでいくと右側の,ドあのばっかりをこうまあ一応見てたわけですね右サイド当たってるんで。でそれでえまあ大丈夫だろうとう、ね、ギアボックスのトラブルだということを言ってたんですけど。 実はギアボックスも、えー、大丈夫だったと。で、ただ決勝、えー、の直前にね、ちょっと走り出した時になんかおかしいとなった時に、えー、結局ダメだったんが左側それのあのホイールハブというこうホイールをつなぐまあ、いくつかの複合した部品で出来上がってる <laughs> あのドライブシャフトと <laughs>。 でタイヤそれとつな、まあ、ぐとこなんですけど、えー、そこがあちょっとあ壊れてたということで右側だったのであまり左側をチェックしてなかったんですけどやっぱりそれはフェラーリは今後そういうところはチェックするようにすると。まあ、これもだから、まあ、本来ならありえない今までそんなことはなかったということで見てなかったというのもありますから。 えー、こういったことがだから起こるだから運のこれは悪い方ですけどこれは何かっていうとやっぱりそのマシンに対しての、えー、細かなまあそれもだから今までないから見てないというのはこれもある意味致し方ないんですけど、えー、そういったところに対して、えー、どういう準備をしてるかによってその運の悪さは削られるし。 え逆に言えばそういうことをやっててあここ大丈夫だと思ったけどダメだっただから交換するとかねそれを発見できるとこれは逆に運がいいわけですよたまたま見つかったと言うんだけどもたまたまっていうのは本当に偶然なのか <laughs> 本来なら大丈夫だけど、えー、大丈夫だろうと思いながら一応でも念のためチェックで見つかった時にああこれ。 良かかったなななとといいうことになるじゃないですか、まあ、そういったこともでも結局はそのルーティンのそういう準備そういうものの中の一つの過程であって僕はだからそういうものがね全部あって全てあの運というものは引きつけられるしこの引き寄せる力って僕は F1 を勝つ特にね勝ち続けるためには絶対必要だと僕は思ってるんで。 えー、こういった、えー、ことをちょっと今日はお話をさせてもらいましたでもまあ最後にねあのちょっと気になるもうこれですわやっぱり角田選手ちょっとここのところねいろいろあって今回モナコもね、えー、ありました、えー、フリー走行2回目でね、えー、ウォールにぶつかってクラッシュして えー、十分なフリー走行要は周回数どんどん走らんとあかんわけですよね今回ねあの初めてのコースだったんでしかもモナコという特殊なコースですからーでもそこで暮らしをしたがためにフリー走行の2回目は十分に走行距離を取れなかったというところもあるんですがうーんやっぱりそういうのでねやっぱりこう 自信をやっぱりなくしていってるということをイコールねそれがね結果はやっぱり求められるんですよでそこに焦りになるような状態になるというのが一番僕は彼のこれからまだまだ若い選手なんでこれからにマイナスになるんじゃないかなで今年がどうこうというよりはこれからということを考えた時にまあ焦るなと。 いうふうに思いますし、えー、彼の持ってる才能をね、もうフルにね、えー、発揮できるようにね、頑張ってほしいなというふうに心から思います。頑張れ角田選手ということで、えー、今日はここまでです。